アーマーシティフットボールクラブは北アイルランドのアーマーをホームタウンとするサッカークラブ。クラブは1964年にアーマーの男子学生グループによってミルフォード・エバートンの名前で創設された。創設者メンバーの中にイングランドのエバートンのサポーターがいたためこの名前が選ばれた。1988年ミルフォードからアーマーに転しクラブ名をアーマーシティ FC に改称した。 1997から98シーズン終了後、クラブはシニアサッカーへ参入し、1999から2000シーズンのアイリッシュフットボールリーグファーストディビジョンに加盟することが公表された。2000から01シーズンはファーストディビジョンで3位になるとともに、ミッドイコールアルスターカップ決勝でニューリータウンを3から1で破り、クラブ初となるシニアチームのタイトルを獲得した。 2003年、プレミアディビジョンとファーストディビジョンを合わせて、計20チームで構成されていた、アイリッシュフットボールリーグが再編成され、トップディビジョンのアイリッシュプレミアリーグは16チームで構成されることになり、アーマーシティは、アイリッシュフットボールリーグファーストディビジョンに降格した。2004から05シーズンは、ファーストディビジョンで優勝し、アイリッシュプレミアリーグに昇格した。 2013から14シーズン開幕前にホルムパークの芝を天然芝から人工芝に張り替えた。出展。ありがとうございます。